はい、ということでね、バチバチくんのブログ10月分更新されましたっていうのがこちら。もうバチバチくんのねブログ更新されてからもう多分ね20人30人ぐらい僕に DM とかリンクとかねメールとかでねメッセージくれて、ブログ更新されてますよみたいな、いつ行くんですかみたいな、ブワーって来たんで、まあ、よっぽど俺とバチバチくん戦わせたいなっていうで、まあついに僕ブログに追っかけっていうね、1話の俺の認知もされてるしということで、僕はこの10月の中の下松、ここに期待しに行きたいなと思います。ということで本編どうぞ。ということで前日の下見していきたいなと思います。21時36分、よし頑張ります。やっと着いた。下見開始。とりあえず前日見ることに関して言ったら、まあ、今の時点で何が打ちたいかなっていうところをまず見たいと思います。で明日と自分が感じるものが違うかどうかの、まあ、この違いで台選びしたいなと思います。久しぶりに来るから、まあ、メイン機種が何になってるかはちょっと分かんないんでね、まあ、扱いがどうとか、まあ、その辺調べたいなと思います。まずメインから見ようか。メインがまず何なんや。ちょっと時間かけて入念に見たいと思います。やっぱ対戦相手がね現役設定士なんで、普通こんなところ絶対ないやろみたいなところもあり得る可能性があるんで、アマデジとかもしっかりチェックして、あとは結構ねあの人性格上クソ台とか結構よくしたりするんでね、欠かさずちょっとチェックします。どうだい小田さん、やっぱちゃんと下見には来るんですね。海念入りに見てるよ。いやさすがにあの人取れ高ない機種打たないんで、多分俺この下見すらもフェイクあると思ってるんですよ。海打つと見せかけといてみたいな。俺ら互い知りすぎて裏の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 裏まで見るみたいなよくわかんない状態になってるんで、いやもうなんか一人だけやったら俺ら違いますもんね。でもちゃんと下見して戦うってことは本気の姿勢なんで、それに報いたいなと思います。明日決着をつけようぜ。まだいます。彼は分かった。ちょっとさっきのちょっと前衛展開しますってガチなやつですね。本当にこの人負けず嫌いなんですよ。生粋の多分大体いつも10分とかなんですよね。下見今もう20分いるんで本気で負けたくないんだと思います。いやーマジか。おすすめあるみたいですね。今日確かに見た感じ調整良さそうでしたわ。これな。 OK 終了。なんかおすすめとかもねあるみたいなんで、明日あの張り紙がどういう動きするかとか、上のポップが変わってるかとか、そういうところも抜け目なくチェックしたいなと思います。帰るか。勉強尽くせ。どう？あ、どうもさです。今回なんですけど、ついにこの日がやってきました。現役設定士と直接対決です。で前回現役設定士さんの監修店舗に行かせてもらった動画あるんですけど、それがこれで、まあこの動画を見てね、現役設定士さんの方が、まあ、少し切れまして、まあ、直接殴り合おうやみたいな感じでね連絡いただき、まあ、今回神奈川県までやってきました。今回もね現役設定士さんの監修店舗で対決するわけなんですけど、前回と違うのは現役設定士が今日はおるっていうところなんですよ。前回はおらんくて、でまあ監修だけしたという感じなんで、まあ、実際ね店の中入って、まあ、いろんなね閉店作業とか大事な部分とかそういうのを触ってると思うんでね、これはもう直接対決、現役設定士のお店に行ったと言っても過言じゃない対決になるんじゃないかなと思います。事前のね下見もしてきました。今回対決となる場所なんですけど、まあ、神奈川県にある場所で、特徴が、まあ、10日交換ではなく33玉交換かなになってますと。で、まあ、9時オープンで、まあそんな大きい店舗じゃないんで、人数めちゃくちゃ並んだ瞬間に僕は結構積んでしまうなという感じですね。とりあえずね昨日の下見行ってきました。昨日までね言ったらおすすめっていうねポップがありまして、台の上にねソロポップが貼ってある機種があるみたいな、てか列やな、
があるみたいな状況で、そのおすすめを見る限り、まあ、全然受けそうやったし、何やったら売ってる人にね喋りかけてもらって、まあまあぼちぼち回ってますよっていうのを言ってましたね。なのでおすすめって書いてあるやつがあれば、まあ、おすすめ狙うわけなんですけど、まあ、今日の対戦相手はねひねくれ現役設定士なんで、間違いなくそのおすすめというポップはないと思うんですよ。いや絶対ないんちゃうかな。まあ、あったらラッキーぐらいで、まあ、一応その上のポップで何かしらの示唆をしてるっていうのは一応警戒してみるんですけど、ないかなと思いますね。まあ、いろいろね考えて、僕の中で今日の狙いはアマデジかなと思ってます。まあ、その理由が、現役設定士がそもそもアマデジか、なんかそういうクソ台系を推してる傾向があるっていうのと、まあ、ここの特徴でもある33個の交換プラス店長の癖っていうか店長の人柄を考慮して、まあ、33度の効果ってやっぱちょっとネックじゃないですか。現金で打てば打つほど、まあ、結構期待値的にはマイナスになるみたいな感じなんですけど、店長とかめちゃくちゃ優しいんで、アマデジって持ち玉で打てることが多いんですよ、比率的にね。なのでアマデジを強くして、まあ、みんなにもっともっと遊んでもらうプラス勝ちやすくしてるみたいな考えしてるんちゃうかなと僕は予想して、一応アマネジを狙おうかなと思ってます。まあ番号次第なんですけど、まああとはシンプルにメイン、まあ、空いたら嬉しいところで言ったら、まあ延々の消防隊、ゴジエヴァ、ルパン、カラクリサーカスとかで、あとはまあアマネジで言ったら海系ですね、まあ、その辺が空いたらめっちゃ嬉しいかなと思ってますね。多分抽選勝負にもなってくると思うんで、抽選からまず気合入れて頑張りたいなと思います。まあなんかいろいろ長い付き合いあるんでね、現役設定さんとは。特徴というか、あの人がやりそうなことを考えると、後ろの番号で取れそうな台をチョイスしてくる可能性が結構高いんちゃうんかなと思ってますね。そういうのも相まって、僕の中ではあんまり地の子かな、予想では。まあどうなるか分からんすけど、まあ、中入ってね全然この考え変わることあると思うんで、今回は現役設定士と直接対決、ガチで頑張りたいなと思います。空気読み対決ね、昔やったんですけど、まあ、その時は家で実機買ってその台だけで勝負っていう感じでやったんですけど、まあ、今回は店舗全体使って勝負できるんで、かなり楽しみでワクワクしてます。ということでね、まずは並びたいなと思います。いきます。多分400人ぐらい、49なんで抽選勝ち、普通に台は取れそうっすよ。人数がえぐい。あ、昨日のおすすめまず見ますわ。やっぱなくなっとるな、やっぱなくなっとるわ。あ、これもどっか行けるのかな。甘いじゃん、人間めっちゃ合いそうっすね。マチプロ系 YouTuber バーさん、お名前今キョロキョロしてますけど、一気当選ですね。抽選が49番というかなりの量番を積もって、てかこの人毎回そうなんですけど、ここぞという時にマジで積もるんですよ、いい番号。いつも抽選悪いキャラみたいな感じで動画撮ってますけど、本当にここぞという時って絶対取るんですよね、この人。この勝負自体を、8月の選手権とか昔3位だったけど、そうなんですけど、本当にここ一番強くて、今日もやられたわって思って人を接待するんですけど、これ通常営業して、ね、いやー気持ちいいわし、49番ですげえクロチョしてたんですよね。なんかどれやろうみたいな感じで店内巡回してて、あーちょっとこれ迷ってると思ってて、だでも言うてさすがに2桁なんで、さすがに何文字ぐらいは使ってくれるかなと思ったら、まさかの通常の一気当選っていう、これは本当に気持ちいい。今どんな気持ちか聞いてきたいですね、技に関しては。店長も横で笑ってますけど今日の勝負の趣旨っていうのは、まあ、自分がどういった人の営業をしてるかっていうのを当てられたら自分の負けかなと思って、
最終的に期待しない。多分最終最後は積もってくるんで、この人は。なんで朝一一発練習してたっていうところだけこの画角で収めておこうと思います。いやー、ツイッターであんだけ煽り散らかしといて、いやこのざまは本当に気持ちいいっすね。いや本当に今まで過去の対決では1勝3敗と大きく巻き越してきたんで、まあここできっちり勝ってですね、もう一度やってくださいと土下座してもらえるように、今日は営業を終えたいと思います。入場終わって一旦落ち着いて周り見てるんですけど、僕の多分取った選択めちゃくちゃ悪かったっすね。朝一完全にチクっとるわ。これ自分の予想と全然違うことになっとる。多分ね、機種とかじゃなくて単品置いとうみたいな感じだと思いますね。これいったー。でも移動できんのっすよね、明らかに。やばい、人もやばい。マジで何にも空いてないわ、ほんまにえぐい。いやこれやることなくなりそう。マジやらかした。どこもや、ほんまにやばい。最初の一気当選全然回らなかったんで捨てました。で今から徘徊。やっぱむずいわ。海でね、明らかこれかみたいなやつが3つぐらいあるんすよ。エンゲームも絶対あれめちゃくちゃ回る。何台かは分かってる状況なんですけど、開けそうにない。てかマジで人が多すぎるわ。今何時や。10時23分。オープンしてから1時間23分でやばい、追い込まれた。もうちょい諦めずに頑張ります。2台打ったんですけど、もうめちゃくちゃしんどいわ。ちょっとやばい。てかまあ普通にね、人多すぎるっていうのをプラス、あとはもうむずい、マジでむずいのと、あと上手い人が多いから、まあ、おそらくね掴んでたらやめないんですよ。なので結構厳しい戦いやな。ちょっと森谷さんとかいるんで、森谷さんに聞いてみますわ。森谷さんね、確か抽選8番やったんですよ。ちょっと聞いてみます。森谷さん、回りますか？これで2万なんで、なかなか、もう悪くないと思いますよ、エヴァルに行くと。あ、これ、全部するつもりです。あ、マジですか？頑張ってください。このぐらいなんで、まあまあ悪くはないです。確かに。頑張ってください。頑張ります。あとなんか、当たればいいんですけどね。あんまできないやばいですね。当たる気がしないですよ、これ。エヴァ苦手なんですよ。僕も。嫌い。何にも来ない。頑張ってください。あとは本命やることない。最悪や。ショーマンさんが早々に一騎当選を見切りまして、多分天使のアーマが大当たりぐらいなんですよ。なんでいつもの特備のこの海辺のお店さんぐらいの、ただ自分の仕掛けた三橋のクロート仕様の渡り台にはたどり着いていない模様。うわー、2連続すかまし気持ちいい。本当に、あー今どんな気持ちなんだろうな。本当どんな気持ちなんだろうな。めっちゃ聞きたい。もうなんかすごい困った顔してるの。本当気持ちいいの。まあ、なんか最終的に多分周りからも情報入ってくると思うんで、まあ、それも含めて意図を知れたら勝たせてやってもいいかなっていう感じですね。いやーいいねいいね、いい感じ。困ってますね。気持ちいい。バイバイ、ワーさん。とりあえずこれいきます。もう無理にあんまり打ち込むことはせずに、回らんと思ったらすぐやめたいと思います。
まさか機関全開で。とりあえず休憩終わりました。今のところ台何も取ってないんで、まずいな、この状況。今1時10分か、まあ、時間はまだまだあるんですけどね。ギャップクラウン店やから現金なせ止めんとあかん状況でたまないんですよ。稼働が高すぎて台が開かない。この状況マジでピンチ、危ないできまして、今3000玉ぐらいあるんかな。でこれが溶けたらおそらくもう撤退になるかな。僕の座ってる199のヤマトですけど、まあ、あれが当たりの台とは思わないですね。まあけど20ぐらいあるんで続行したいと思います。もう商いがマジでないし、まあおそらく期待値高いやつはもう開かないですね。めちゃくちゃ粘られてるし、なので朝一僕がシンプルにね下手くそすぎて、まあ、それで今日の勝敗決まったかなっていうところはありますね。まあ、反省するとこ多いんですけど、そんなん言ってもね仕方ないんで、まあ、やれることやって、まあ、収支だけでも持って帰りたいなと思います。15時32分、持ち玉がね枯れまして、もう帰ろうかなとぶっちゃけ思ってたんですけど、まあその帰る理由がおそらくこれが当たりやろうなみたいなやつがもう飽きそうにないんですよね。もう上手い人も結構多いし、そんな中でまあこれ折り続けるんで結構やばいかなと思って、まあ、帰ろうかなと思ってたんですけど、まあ甘デジでね気になるやつ1台空いたんで、まあ空いたら行きたいなと思ってたやつ空いたんで、それだけ行きたいなと思います。時間的にやっぱ現金あんま使いたくないんで、まあもうちょっと1時間半ぐらいして、まあ、5時ぐらいはちょっと目安に、その時に現金やったらもう撤退するみたいな感じで行きたいなと思います。でそのアマデジ1000円だけ言ったんですけど、出だしが28みたいな感じなんで、まあ期待はできるかな。とりあえず分回します。
浮き玉750点もできたんですけど、これなくなったらやめますか。16時26分、持ち玉がなくなりやめました、最後のアマネジのゴジラ24ぐらいはあったんですけど、まあボーダーそもそも高いし、持ち玉がなかったら厳しいかなっていうのでもうやめました。現在16時34分降参します。負けました。いや、自分がまあシンプルにめちゃくちゃ下手やった、ここにつきますね。朝一のムーブ、朝一の台選び、前日の下見を全く活かせない立ち回りをしてしまいましたね。一気当選はあり、行ったらあかんかったな。マジで後悔でしたね。ゴジエバかね、意気投戦かで最終悩んだんですよね。マジで素直にゴジエバ行っとったらよかったな。まあ結局ね、ゴジエバもどれぐらい回ってるか分かんないんですけど、今んとこ全員辞められてないんで、おそらく期待値あるんかなみたいな感じには思ってます。最終4時半まで見た結果、僕がメモしましたけど、辞められてる方が少ない台っていうのが、まあ、大海と沖海の数台、まあ多分これは個別台で単品やと思います。でカラクリ、ユニコーンで、シードで、ゴジエバ、延々も1台あるんですけど、おそらく分回ってます。でエヴァンゲリオン、まあこれが森屋さん、ぐらいなんかな。まああとあれか、アマデジにちょろちょろあるって感じですかね。合間に売ってる人も22、3あるみたいな感じで言ってる人いたんで、まあ結局昨日のね、僕予想したと思うんですけど、アマデジ強くするみたいな、それは結構あったんかなと思いますね。結構アマデジも幅広くやっとったかなと思うんですけど、まあいかんせんね、今日に関して言ったらバリ難かったっす。なんか現役設定士の本気を見たかな、まあ、これが本気なんかちょっとどうかわかんないんですけど、結構心折れたなっていうぐらい難しかったです。ちょっとメンタルきましたね。結局3、4台ぐらい打ち散らかして、持ち玉があったらね期待値出るような台はあったんですけど、まあ、持ち玉もできず、最後はマネジでね、持ち玉が続くような展開に臨めたらいいかなと思ったんですけど、まあそうも簡単にいかず、こういう形になってしまい、結構昨日入念に下見した割には最悪な結果になりましたね。両腕も引いたのにな。あてあれやわ、ね、レールガンの人も狙ってましたわ。昨日の下見を全く活かせない台選びをしてしまったなと、ほんまにつくづく自分の下手さに今日はやられたな。結構メンタルきてますね。ちょっと散々煽り散らかして不甲斐ない結果になってしまい申し訳ございませんでした。現役設定士さん、もし見てたらもう一度チャンスください。そんな感じでとりあえず今日は帰りたいなと思います。最後にいろんなインフルエンサーの方とかもいろいろ来られてて、挨拶して帰ろうかなと思います。もう一回チャンス欲しい。そうか、カニ噛まれたしよ。さっき気づいたんですけど、持ってきたリュック店舗に忘れました。ソコンとか着替えとか入ってるんですけど、やらかしました。まあ、今日一日ね、通して言えることはね、下手くそ。マジでね、自分がちょっと下手くそすぎて結構今落ち込んでます。ちょっとほんま次リベンジできるんやったらもう一回やりたいなって思います。今日一日マジゴミムーブ、下手くそすぎてすいません。精進します。ということでお疲れ様です。そうです。あ、お疲れ様です。お待たせしました。先日ありがとうございました。本当したっすか、改まって。いや、まあ、そうですね。ちょっとまあ、そう
ちょっと、ね、まだ引きずってらっしゃる感じですか。まあ、もちろんそうですね、引きずってますね、とても引きずってますいやまあそうですね、まあ、あれから何日か経ってちょっと、まあ、やっぱすっきりしないんではいはい、まあ、ちょっとやっぱ自分なりにちょっとまあ考えて、まあ、電話させてもらったんですけど、はい、今あ、答え合わせ的なやつですか。そうです、結局あ、なるほど、まあ、あれは何が正解やったんかなっていう、あの日の立ち回りは何が正解やったんかなっていうのをちょっと自分なりにちょっと考えて、はい、仕掛けてくれた側の人にやっぱ聞くんが一番正しいかなっていう、なんか上司部下のフィードバックみたいじゃないですか。そうっすね、いやまあまあちょっとね、もうやっぱ自分めちゃめちゃ弱気じゃないですか。どうしたんですか。いやいや、これはちょっと、いや、負けた時はやっぱ潔くね、もう負けを認めてやっぱ何があかんかったかっていうところを正していかんと次勝てないんで、まあ、よかろう、お願いします。よかろう。僕的には、まあ、やっぱりあの日一番行きたかったのは延々の消防隊やったんですよ。そうですね、あれがまあ今行けなくて、でまあそこからさまよったわけなんですけど、で何で迷ったかって言ったら僕はゴジエバで迷ったんですよ。はい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 、読んでありましたね。そうですね、でまあいろいろ見て、まあ結構なんていうんですか、全体的に前日よりは良くなったお題が多い中で、どれが触るんが正解なんやってなって、最終的に行き着いたのが50話と一騎当選やって、はい、で一番最悪な選択をしたわけなんですけどめちゃめちゃ面白いじゃないですか。いやそうなんですよ、もうそこはねもう分かってるんですよ、一番最悪な選択をしてるっていうのは、はい、でまあ途中でまあ、そういうことに気づき、これやったらあかんことしたなと思って、はい、で海も大きい海が2台かな、2台ずつだったかな、大きい海2台の大海2台、うんうん、僕の中ではまあなんかこれかなっていうのがあって、その意図があるみたいな前日かな言ってたと思うんですけど、うん、それが全くわからんかったんですよ、意図が潔いじゃないですか。いやマジでわからんくていやーよかった、ほんとこういう対決できて、ちょっとそうですね、教えてもらえたらすっきりするんかなっていう。ああ分かりました。はい、まず僕ら YouTuber なんで撮れ高気にするじゃないですか。気にしますね。撮れ高って言ったら今だと三強系一択なんですよ、ほぼ。はい、エヴァシード、はい、あとはカラクリ、はい、ダンモテとか、はい、でもうそれは分かってて、かといってそのまま分かりやすく座らせたらあかんとも思ってたんですよ。はい、だからクソだよ、および常連の方々がこう好んで打つようなものはもう分かりやすく王道に、そのワーさんとかやっぱ YouTuber の方いっぱいいらっしゃったんで、はい、そのインフルエンサーの方が見てあれみたいな、えこれちょっと微妙じゃねみたいな感じで敬遠して座った、後から来て座った方があれこれめっちゃいいやんみたいなのが理想だったんですよ。なるほど。だから三強系一択でした、行くとしたら。三強縛りってことですか。その中でもいやもうちょっとひねりを聞かせたいなと思って、はい、3台以上の複数台は、はい、なんか騙しとおまけポケット混合してるやつとダブルでひねってて、ああなるほど。なんで正面から見てあこれ良さげだなって思うやつは、はい、まあいいんですけど、はい、大当たりじゃないんですよね。なるほどね。なんで50円割れると間2台が、はい、へそプラスおまけなんで、ああなるほど。なんで持ち玉比率上がって、その両サイドのよりへそが空いてるようなやつよりも回るっていう。なるほどね。だからなんかその辺の多分一番最初にやった釘読み対決で、はい、多分その時まだ CR だったんですよね。 CR でしたね。でそうピーキーに移り変わる時で、その時なんか多粒症の話を俺ら熱弁したじゃないですか。うん、まあワーさんだったらまああの時のことを覚えてんだろうなと思って、はい、あいつは多分そういうところでひねりを聞かせてやってくるっていうところも踏まえて、うん、こう取れ高を奪うわけにもいかず、かといって簡単に捕ませたくもないから、本当になんかもう一番理想のムーブをしてくれて、もう本当にあの日はあのご飯が美味しかったです、うん、いやぶっちゃけめっちゃ悩みましたねありえんぐらい悩みましたね。そうなるほどね。いやまあそこもやってくるとは思ったんですけど、あの短時間で、ね、見抜く力は僕にはなかったです。和田さんと俺との信頼関係でなんか俺を信じきれるかみたいなところだったんですよ、うん、いやしょうもない台開けてったんやろなと思いましたね、ぶっちゃけクソ台どこやと思って探してましたわ。だからクソ台打つのも
だそこは知ってるんで、はい、取れ高を知ってるから、はい、だからそんな意地悪はしない。だけど簡単にも使わせたくない。いやまあいや、だからめちゃめちゃ研究しました、本当に。今回は研究と対策を重ねに重ねた結果あんな感じになって、なんかツイッターの振り返り見たら持ち玉比率の重要性良かったって言ってくれる人めっちゃいっぱいいて、うん、そうですね、なんか本当に良かったっす、やってってかやらせてくれて、まあ俺と戦ってくれていやーやられましたね、まあ、めちゃくちゃほんまに負けましたって感じです。今回でもなんかあれがリアルっすよね、そのなんか、リアルっすね、他のライバルがいない中でのなんかここがこうでみたいなじゃなくて、なんか実店舗でやれたのは、まあ、現場のリアルですね。そうっすね。いやーてかねー、詳しいなーなんか本気で殴りに来てくれてるって分かってるからこそこっちも答えたいと思ったんで、うん、その前日の下見のあの時間の長さで俺は察したので、うん、思いますか、はい、だから俺翌日朝もう5時とかに起きて、はい、あの回転作業までしたんですよいやーもう完売です、すいません。てかいえいえ、はい、あのまたチャンスあればお願いしますいやー両番引いてね、これはちょっと悔しすぎるんで、またもしチャンスあれば、そうっすね、またやりたいっすね、はい、お願いします。はい、悔しいいや本当に悔しそうな声だから、今日も美味しいご飯をありがとうございます、うん、いやーほんまに悔しいっす、マジで負けた。いやー、まあ、ほんま自分のあのスキルのなさをね痛感しました。いやスキルがないわけじゃない、なんかそのあの気の迷い一時の、そうですね、やっぱね朝の判断って、あれあれ朝の判断って誰でも間違うことあるんやなっていうのはほんまにこの動画を通してあのこの動画を通してこれ録音するんですかこれ。あ、そうっすね。え、またいやそれ使いますよ、なんすかこの動画を通してえ、まあ、そうっすね、使わせてもらいますよそりゃ。いやー、まあほんま悔しいわ。いや、まあ、ほんまにまたあのぜひ機会あればお願いしたいです。わかりました、はい、すいません、ぜひ時間をもらってありがとうございました。いえいえ楽しかったです。むかつく、早くしてありがとうございました、すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、まだ勉強させてもらいます。おい、お疲れ様です、お疲れ様です、失礼します。おい。